どうも、皆さんこんにちは。渡辺です。今日はですね、1日1分で OK な10歳若返る頭皮マッサージについてご紹介します。皆さん、頭皮マッサージされてますか？頭皮マッサージすることによって様々な効果が得られます。今日はその効果について紹介します。で、効果は2つあります。で、1つ目は髪の毛のアンチエイジング。もう1つは顔のたるみに効果があります。これをやることによってマイナス10歳は若返りますよ。動画内でね、どの部分をマッサージしたらどこの筋肉に効果があるかっていうことを解説しながらやっておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは動画をどうぞ。はい、ということで早速ね、頭皮のマッサージをやっていきます。マッサージをするときって髪の毛が乾いてる状態でも、全然いいんですけど、できればお風呂上がりに頭皮のね、こういった化粧水をつけて頭皮の乾燥だったりとかを防いで潤わせて、でお風呂上がりってね、血行もねちょっとね良くなってる状態なので、その時にマッサージをしてあげると頭皮のトラブルだったりいろんな効果が出るので、できればお風呂上がりにやるのがベストかなと思います。じゃあ早速頭皮の化粧水をつけていきます。でそのまま優しくなじませる。この時にね、ガチャ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 ってやったりとするとね、髪の毛がね結構絡まったりする可能性もあるので、優しく頭皮になじませるようにつけてください。まず一つ目なんですけど、前頭部、前のこの辺ですね、ここをマッサージをしてあげる。でそうすることによって、今ちょっと動いてるの分かりますかね、筋肉がね、ここの額の部分、この横じわに効く額の部分だったりとか、あと目のたるみ、ここがね動くんですよね。これを動かすことによって、今のたるみだったりとかね、横じわに効果がありますので、まずここをブリブリと動かす。ちょっと頭皮がねこうカクンカクンになるぐらいの感じで優しくやってあげると効果が出てきます。次に2つ目なんですけど、この側頭部、横の部分ですね、この辺り、ここは女性にとってはすごく大事なところなので、皆さん絶対覚えてください。ここをこういう風にね、優しくマッサージさせることによって、このね、お顔のたるみ、フェイスラインがね結構引き締まります。あとはほうれい線、これにも結構効果があるので、しっかりとねこう動かして、このお顔の筋肉が動いてるかを確認しながら優しくマッサージをしてあげる。こうすることによってお顔が引き締まります。次に3つ目なんですけど、後ろのこの辺りですね、この辺り、後頭部、ここをマッサージします。ここをね、このぐらいの感じで優しくマッサージをしていくと、これは何に効果的かというと、目のたるみだったりクマだったりとか、あとは顔全体のむくみに直結していくところなので、ちょっとね朝起きたら むくみやすい方だったりとかは、しっかりとねここをやってあげると効果が出てくると思います。で頭皮のマッサージのコツなんですけど、揉むっていうイメージを結構持たれてる方が多いです。これはねプロがやる方が多いので、ご自身でやるときは揉まなくて結構です。どちらかと言ったら頭皮を円を描くように回して動かす、こういう風に動かす、もうこんな感じで大丈夫です。なのでこういう風にやりながら頭皮を動かすようなイメージでやってあげると、しっかりとねほぐれてくれるので、ぜひこの方法でやってみてください。はい、ということでね、こんな感じでマッサージをやってみました。最後にね、指の腹でこう動かしてやってくださいってお伝えしたんですけど、こうすることによってね、筋肉、頭皮の筋肉がほぐれたり血行促進になります。あとは指のね、指というか手のこの辺の腹の部分で持ち上げたりとかすると、そうすることによってね、お顔のリフトアップ効果も得られますので、よかったらこの方法も覚えておいてください。はい、ということでね、今日もね最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるようなね動画だったりとか、情報を発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。